ロック、メタルのニュース、断鉄砲をお届けします。本日の断鉄砲は、2つございます。まず1つ目、ノットフェスオーストラリア2020の開催発表。スリップノット主催のフェス、ノットフェス。この動画投稿後に、2024年度のオーストラリア版の開催が控えていますが、なんと早くも、2025年度の開催を発表。今年の分をまだやってないのに、来年の開催を発表と、随分と気の早いことをしてくれています。2024年のオーストラリアのノットフェスは、スリットノット抜きで開催でしたが、2025年度は、スリットノットが出演することが明らかとなっています。スリットノットは、デビューアルバム25周年ツアーを計画しているとのことですが、そのツアーで来る模様、オーストラリアのノットフェスをやるなら、当然のことながら、ノットフェスジャパンの開催も期待せずにはいられませんよね。日本でも大人気のスリットノットがオーストラリアを回るなら、日本も来てくれると信じてますよ。続いては、レディーメタルたちが謎のプロジェクト発表。レディーメタルと F ヒーローとボディスラムの3組で、Leave It All Behind という名の、プロジェクトをやることを明らかとしました。ボディスラムはタイのロックバンドで、F ヒーローはタイのラッパー。レディーメタルの楽曲、パパヤに参加していることでも有名ですね。Leave It All Behind とは一体何なのか？現時点では全くわかりません。タイを代表する2組のアーティストと、日本を代表するアーティストのレディーメタル。どんなことをやるのか楽しみですね。速報を待ちましょう。以上、本日の断鉄砲でした。